ないななと思ってるんで、はい、なので、とことんね、あの、潰していきたいと思います。えー、プチプチとね。だからむカつくじゃん、普通に考えて。邪魔なんですよ。なぜそういうふうに思ったかっていうと、まあ、昨日、閲覧がね、500人ぐらいになったんですよ。はい。でも、その500人の中で、全員が俺のことを応援してくれたわけ。リスもなく。 いい奴らばっかだったんですよ。で、やっぱり、閲覧も大事だけど、その閲覧の部分に関して、質も大事だなと思ったわけです。なので、質が悪いカスは、ちょっと NG ぶち込んでいきます。はい。もう僕も、勘忍袋の尾が切れました。まあ、長年やってきて、何の進歩もないし。うん、なので、もう、NG 祭りですね。 当たり前ですが。おはようございます。えー、いらないよね、はっきり言うけど。何様だって話だから。シンプルに。何様で、何から様で、ね。物に対して言ってきてるんだと。そんなもんブロックでいいですよ、普通に。はい。頑張ってください。ありがとうございます。 だからもうちょっと今からもうブロック入れます。えー、関連なんで、もう二度と見れなくします。ちょっと。いいですか気を使ってコメント打ってくださいね。カスはゴミ箱なんで。クレルさんありがとうございます。やっぱりね、なんて言うんだろう。 仲良くしたいつもりで僕4年間ね、関連ブロックは避けてきたんですよ。でも、なんかそれも、お前らは学習しないし、ダメだなと思ったんで、まあ別に、ね、お前らは別の俺の放送を見たくもないっていうつもりでね、来ててディスってるわけだから、ブロックしてもね、何も痛みもないでしょ。僕もないです。 これからは質のいいリスナーさんを大事にしていきます。はい。申し訳ないですけどね。本当に何様だって話だよ、うん。あ、皆さん、無料アイテムくださいね。お願いします。押してってください。うるせえよ ?LG で。はい。もうみんなと、みんなと俺の放送見なくていいです。うるせえなら、 ね、音量下げろよ。俺のうるせえは、お前に、ね、なんか、俺のせいかお前のせいだろ音量下げろよ、お前のせいだから、うるせえんなら、お前が下げてやれよ、それは。じゃあ、やりますか、今日も。はい。もうしつこいよ、NG ね。<laughs> いやー、気持ちがいいね。やっぱ関連だから、いらないやつはゴミなんでね。 気持ちがいいあー気持ちがいいねじゃあ行きますおはようございますフワッチニュースキャスターのおりですこの放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です。昨日 何があったのかな昨日何が起きたのそれらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見ていってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントはやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントつく方がいます。 それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので。では、やっていきますフワッチ大炎上ニュースです。よろしくお願いします。<laughs> じゃあ、早速、フワッチ社会的ニュースです。 じゃあ、えー、まず一つ目の社会的ニュースはこれです。はい。あ、もうね、あの、新スタイルに変えました。これからは、質の悪いゴミカスは NG ぶち込むことにしました。もう関連もオンです。なので、品があるコメントを打ってくださいね。お願いしますね。やっぱり、ゼロワンとか政治の放送で、コメントを見ると品があるんですよ。 ここはね、ゴミカスみたいなコメントしかないんで、そういうやつはもういらないです。えー、品があるコメントを書いてください。品がある。ご機嫌うとかね。そういうのじゃないと、もうブロック入れます。いつから今からです。はい。香川さんいた嘘。香川さんいたの これさっきツイキャス見てたけどね。じゃあ、行きますね。ふわっち、社会的ニュースです。じゃあ、まず一つ目のニュースから。えっと、なんとですね、あの、ね、日本人の誇り、大谷翔平が、えー、第7号のホームランを打ったということです。おめでとう、大谷翔平 えー、戦列、え、大谷翔平が、ブーイングが、え、大谷翔平がブイングが、えー大谷翔平がブイングをかき消す7号ソロホームランをぶち込んだと。えー、ご報騒動の因縁ブルージェイ,ブルージェイズ戦で、えー、移籍先の最終候補に上がり、ドシャースへの入団発表前には、えー、会場法が飛び交ったと。 ブルージュエイスと対戦0対0の初回、えー、一死ブイングで抑えられた直後に、えー、先制ソロを放ち、貫禄を見せつけたということです。はい。大谷翔平がホームランをぶち込んだということです。いや、すごいね、これ。お前らとは違うね。えー、翔平はホームランをぶち込んで、 ねブーイングからそれをねはねのけたんだよ。でもお前らは俺の批判に対して、ね、批判で返しやがってもうちょっと気を使ったコメント打ってくださいね。お前もやん俺もか、うん、お前みたいなゴミとは違うなお前ヘルシーなむかつくから。 当たり前だろ ?NG ぶち込みます、お前。次のニュース落ち着いてありがとう。皆さん、無料アイテム待ってくださいね。投げれる方いたら。お願いします。水増しやめたら、その水増しをやってる証拠を出せよだったら。それを言うんだったら、お前、出せないのに、勝手なこと抜かすなよ、お前。 じゃあ、大谷翔平、7号目です。はい。じゃ次のニュースいきます。いや、もう今回はもうムカつくんだよ。普通に考えて。ね。俺はもうね、質がいいコメントがいいんだよ。イン度が低すぎてあ。2000人しかいないじゃんこれ、リン、NG。えー、カスは NG です。 どうでもいいよ、ご機嫌よう、はい。ご機嫌よう。赤川さんいらっしゃい、えー。終わったのかな、放送。じゃあ次のニュースいきますね、えー。次が、あ、なんと19年前の殺人犯が逮捕されたそうです。僕は存じ上げないんですけど、知ってる方は知って これですねそうですはい発表、えー、東京の三鷹のアパート殺人事件で容疑者は、えー、事件翌年に、えー、死亡と判明警視庁が石川県の加賀市の山中で2006年3月に見つかっていた身元不明遺体を DNA 型鑑定した結果 今月25日、容疑者のものと一致したという、警視庁は、えー、容疑者は死亡のまま書類送検する方針ということです、はいえー。19年前の殺人犯がね、山中で亡くなっていて、DNA 検査したら一致したらしいです。かりちゃんじゃないです、ちなみに。警察無能、えー まあ、こうやってね、あの、死んだ後に逮捕されるっていうのもあるんで、ユイガさんの犯人もさ、死んだ後に逮捕される可能性もありますね。ユイガさんの犯人はいつ捕まるのこれ。もう、5ヶ月目入るけど。警察もやる気ないね、これ。お前が一番無能だよ、ブータ。そんな話してないんだよ。俺の無能話は。 ね、今は19年前の殺人犯が捕まったってことだよお前黙ってろお前捕まってるなら書類送検されてるんだから死体だけど書いてんだ書類送検ってお前バカかこれが、えー、日本の警察の実態で世界一程度が低いんだよ 俺の放送枠のコメントも程度が低いと思いますけどね。ユイガーの対策本部閉鎖したみたいだぞ。どこ情報だよ、それ。バカ言わないいや、もうムカつくんだよ、もう。なんかもう本当に、リスナーさんが優しくないからもう無理だわ、普通に。頭に来るわ。じゃあ、次のニュースいきます。 あ次のニュースは特にないんで、えー、ふわっち、ね、大炎上ニュースですはいよろしくお願いしますじゃあまず早速一つ目のニュースから、えー、今日は何の日だと思いますか 当ててみてください。何の日ですか今日は。はい、そうです。えー、機長さんが誕生おめでとう、機長さん。えー、37歳となりました。 おめでとうございます <laughs> えー、これか。37歳になりました。今年も生き残れるように頑張ります。ということで、機長さんが無事誕生日を迎えたということです。 知らなかった人も多いんじゃないかな、うん。で、機長さんが37歳で驚いた方もいると思う。結局機長さんね、顔ね、30前半っぽい顔してるけど、あの、37なんですよ。結構言ってるのは言ってます。はい。おめでとう、本当にだから、お誕生日。では、お 5月23日は、来月ね、俺の誕生日です。29歳になります。ならリスナーさん、俺の誕生日を祝ってね。いいですか来月5月23日、覚えといてね。プレゼントとか用意お願いします。偉そうやな。 偉そうじゃないですね、全然。お前の方が偉そうなコメント書いてんじゃん。なめてんの。貴重さんが面白くないお前の方が面白くねえ、バカが。はるかに貴重のが面白いわ。ええー。人のことな、面白くないって批判すんなお前、この野郎。お前、ど、お前なんの、何本のもんじゃ、お前。 政治も5月13日が誕生日ですね。はい。お前の方が口癖。はい。どの辺が面白いのどの辺が面白いかシンプルに配信見たらおもろいよ。笑えるよ。普通に。なんか知らないおじさんに殺害予告されて、ツイキャスやってね、とつりに行って、エンタメにしてたよ。うん。しきちゃんのゼリーだって、 貴重さんが動いたからあれ動いたしね。行動派抜群の配信者だよ、お前。だからそういうね、なんかじ、あのー、功績とか目つぶりよね、リスナーさん。シンプルに。その、なんかやってきたことを忘れてさ、つまんないって、手のひら返しするゴミは本当にいらないわ。ってことですね。はーい。 そのつまんないってコメントも正直配信者の話題にするとつまらないってコメント書くやついるじゃん。いらないよ、はっきり言うけど。ブロックだよ、お前。正直。ムカつくんだよね、普通に考えて。もう批判をやめてほしいね、普通に。えー、NG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 。 NG です。ご機嫌斜め友達ディスられたら怒るの当たり前だろ、普通に。ぶち切れるんだけど、普通に。今日パルちゃん機嫌悪いぞ。すいません、機嫌悪くて。じゃあ次のニュースいきます。はーい。えー、次がね、今日はニコニコ超会議が今日開催されるってことです。はーい。 が開催されるそうです27日から、ね、28日までいろんなねブースが立つそうです、はい、ネット会場で開催中ということででこれあの別にニコ生放送じゃなくて多サイトでも配信をやっていいらしいんでなのでネタとしては最高なえー 場所であるということです。はい、まあ。いろんな配信者とも会えますしね。なので気になる方は配信をつけていくのが、いくのがいいと思いますよ。アイテム来てたから確認して、ちょっと見ますね、アイテム。誰だろう。うわーありがとう !M さん、M さんありがとう !10 個のも、わーみーちゃんもありがとう えー、今気づいたごめんなさい。ありがとうございます。アイテム着ていたのに、お礼しないのかよ。うるさいんだよ。黙れよ、お前。今、今気づいたから、俺ね、喋ったり目つぶっちゃうんだよ。だからあんま見れないんだよね。だからほんとすいません、そこは。10個ナイスありがとうここだけナイス親分も 本当にありがとうわあ嬉しいわ10個投げありがとうございます。あみーちゃんありがとう。<laughs> アンチコメントはよく見てるのにね <laughs> エナジーチャージもありがとね。はい、で忍、まあ、ポさんが、えー、ニコニコ町会議の方行かないっていう風に言ってたんですけど行くことになったそうです。 それによって、えー、なんかニコニコちゃう会議の忍法さんが行くって話を聞いた方が一応警察の方に通報したらしいですね。本当かどうかわからないですけど、こんなツイートがありました。チキン南蛮さん、千葉西署に電話で確認。 ストーカー予告やくだらないことでの警察業務妨害予告では、懲会議の入場及び接近禁止通告や警告はできないが、例えば接近された女性参加者が恐怖を感じたりしたら警察に通報してくれれば即対応するとのこと、ってことです。で、これは妊婦さんのことなのかと思うわけですよ。えー、発色タグに妊婦と書いてるんで、妊婦さんです。 で、一応インスピレッションが1万回表示されてます。なので意外に見られてます。はいで。下の方も続きまして、続くって書いてるんで。ストーカー事件もそうですが、加害者がいくら何もしてないとか、ちょっと話しかった、話した、話しかけただけだとか、弁明しても、被害者がひ被害を受けたと感じれば、 成立しますと。女性参加の皆さん、ちょっとでも何かあれば、即警察に通報して、被害を訴えてください。警察が逮捕するとのことですと。ということで、チキンナンバーさんが一応こんな報告をしてました。なので、忍法さんは、現在、ね、えー、まあアンチによってね、まあ、妨害でいいのかな。 はい。こういう風な妨害をされているということですね。かわいそうに。まあ、ストーカーというか、純粋に超会議来て楽しんでる感じじゃないの。ね、でちなみに、忍ポさんを擁護してた、だタコスかタカしかわからんけど、そのリスナー、えー、配信者が来て、忍ポさんに会いに行ったらしいんだよ。で僕、忍ポさんのこと擁護してるんですよ、つったら、使用対応だったっていう。 なんかあの切、ー、り抜きの動画も見ましたはいだから基本的には女の子に、ね、興味ない感じらしいですわかりましたえー、であと一応なんかこの前セコスプレでねあのー、近所周りをうろうろしていた妊婦さんに対してカズさんがこんな報告をしてました 千葉市の教育委員会、えー、教育委員会学会、えー、学会次下の方とお話しさせていただきました。無許可生配信中に公園で遊ぶ児童が映り込み、プライバシーや事件に巻き込まれるなどの被害の恐れもあること、卑猥な言葉や規制を発したり女性、女装姿で大声出して配信するなどの最近の気候を含め、 街頭地区の学校に注意喚起をお願いしましたということで、妊婦保育網です。はい。まあ、ちょっとね、妊婦さんのことが好きなのか、嫌いなのかわからないんですが、学校の方に通報を入れたり、警察の方に通報を入れたりとかして、保育網が敷かれてます。はい。なので、まあ皆さんね、妊婦さんに優しくしてあげてくださいね。 アンチによってね、この逆光がねあのあの、吹かれてるわけですから。はい。エナジーチャージありがとう無料ください無料妊婦はなんでガチアンチ多いんですかファンチだと思うけどね、普通に。カズさんもチキンナンバーさんも。まあだから、妊、ま、婦、あ、さん自身が性格がちょっと終わってるから、俺と同じね。 だからこういうふうに嫌われるんじゃないエナジーチャージありがとう。じゃあ次のニュースいきます。もうこいつ、YouTuber、YouTube の早送りで見ればいいよ。内容がゴミ。え内容がゴミだったら YouTube の早送りだって見なくていいんじゃないで、ここに来る必要性もないでしょ。YouTube に見てこいよ。一時書くなよ、ここで。191号。 お前何様だこれやろ。なあ。関連ブロックなんで NG です。二度と来ないでください。DM しました裏パルの方でしてくださいね、えー。DM は。じゃあ次いきますね。はいえ。次が、えー、達也さんが、えー、これフふわ特派員さんから。今ね 裏番組で奈々ちゃんと絡んでる達也さん、えー、生活保護が打ち切りになったそうですはいふわち特派員から柿立達也さんっていうのかなえーねま、とめられえー、これ柿立達也さんじゃないじゃんこれ かきない達也さんじゃないの。実は彼は精神的な疾患があり、生活保護を受けていたが、進展があった。役所から連絡が入り、生活保護の打ち切りを言い渡されたとのことと、理由は不発による収入の増加らしく、社会に独り立ちするということに、えぇ、ー、アイネコのニャー、 もう、これからは配信頑張っていかなければいけないということです。この、達也さんが生活保護を受けてて、ふわっちのね、収入が増えたため、打ち切りになったということですね。だから、それぐらいふわっちの稼ぎっていうのは魅力的なんですよ。いいですか今お金に困っているカスドも、ええ俺と同じね、借金を抱えているカスドも、ふわっちをやりなさい。 ね、あんた金返さないといけないんだから、顔出して、必死こいて配信やるしかないよ。悪いけど。人生変えるのは、ふわっちだよ。お前もな、それを前提で言ってるんだよ。ええー、お前らさ、なんとかなると思ってんのその立ち止まってて。なんとかならねえから。壁、よじに登れないなら、 ね、横の遠回り道して右の左のね遠回り道かましてさ配信やれよなで顔出して配信やって収入をさ高めてさその人生から抜け出せよカスとか暴言やめてくださいまあすいませんそれは壁よじ登れないお前じゃん うるさいんだよ。いまいちかっこよく言えてないかっこよく言おうとしてないもん。なぜ鉄さんが逃げている医者料と治療費洗いなよ鉄さんが連絡まだ来てないんだよ、お前。バカか。幸せ、金じゃない喉に大切に理解できません。みんなか、社会の壁に立ちむ、えー、立ち向かってます違うよ。社会からドロップアウトしたやつは配信をやりなさいって言ってるんだよ。 ね、借金抱えてるやつで、もう、働くことも辛いと思ってるやつは、配信つけてやった方がいいよってことをアドバイスしてるだけ。ね、社会にまだいる奴らは、頑張って社会やればいいんじゃないうん。お前から連絡するのが筋だよ連絡したんだけどね。えー、ちゃんと、ね、あの、4月か3月の部分で連絡して、もうちょっとかかりますってか、来ました。 はい。何も知らないのに、言ってこないでくれるゴミカす野郎。適当なこと抜かすなよ、お前。てつさんに払えよ。お前 NG でいけぴ。ええー。もういならです、お前。囲いでも何でもないんで。何が払えだよ、お前。だから、連絡してね。もうちょっと待ってくださいって言われてるんだよ、お前。ブロックだ、ね、よ、お前。もう NG。 二度とくるなお前 <laughs> お前が適当じゃねえかええあパルにお前言わないで0.5倍アンチきた0.5倍出ちゃったこれこれポイントどうなるのか下がるのかなえこのタイミングで0.5倍,倍これ ダメだネガティブなこと言ってる。ネガティブなことになっちゃうね、これ。ポジティブに言った方がいいのかな飯が足りないからイライラ、イラつくんだよ。晩飯食べなさいよ。晩飯は作ってくれるよ、サトウサちゃんが。うん。初めて見た。ネガティブネガティブね。はい。メガティブでもないし。0.5倍いや、なんか33倍から0.5倍があるんだよ。 で、1倍が、まあ、普通に投げてもらってるアイテムだ。0.5倍下がるってことだね、アイテムが。もったいなーこれなー投げてくれた人、本当すいません。ポイントは下がらないけど、半分あ、そうなんだ。もうんとごめんなさい。じゃあ、次のニュースいきます。ね、ネネガティブだって、はい。黙ってくれよ、普通に。ムカつくから。 えー、次のニュースがあなんとびっくりしました、駒くんですね、うん、駒井が、えー、現在の、えー、正確な、えー、負け額を算出しました、はい、945万円負けらしいですね、これ。 プラマイゼロまで945万ということで。はい。で、一応借金を昨日、無限さんからしたらしくて、で、現在の借金のトータル総額が、いくらだろう。えー、無限さんから30万。これ TJ さんのまとめの、えー、やつを見てね、今算出してるんですけど、トータルの借金額が210万円らしいです。 で、借りてる人数が1,2,3,4,5,6人。6人ですね。6人に借りてると。えー、無限さんから30万円を借りたと。陽文さんから30万。藤沢奈々ちゃんから20万。ゼロワンさんから80万円。富士見ちゃんから10万。リスナーさんから30万と。いうことで、まあ借りたということで。 まあ、トータル的に、えー、210万円を借りたということらしいですね。あ、機長さんからもその10万借りてる。すいません、はい。機長さんから10万。で、返せるのって話なんですけど、えー、返せるんじゃないだって、俺さ、小前くんの1か月の稼いだ収入、1回見たことあるんだよ。 500万ぐらい稼いでたよ。うーんで。一撃で返せるよね。月で本気で頑張ればイベント。それだけ夢があるんで、ふわっちは。太郎とバハリンを開けて、そう、なんか、ね、投げ銭アイテム投げてたんだよね。来年税金きつくないきついかもしんないけど、死にはしないからね、いいんじゃない別にね、その、 人が苦しむだけだから、俺らがね、ピーチクパスチク言わなくていいでしょ。要分が別に1000万以上あるって言ってるないでしょ、小前くん。そんな小前くんが倹約家っていうか、未来のこと考えてやってると思うやってないよ。はい。で、まあ、またね、ベトナムから帰ろうとしてたんですけれど、日本にね。えー、今現在も、えー なんか北東の転生打ってます。はい。で、ちなみにちょっとね、あのー、確認できてなかったんですけど、昨日勝ったって聞いたんだよ。いくら勝ったの小前くん。いくら勝ちなの ?5 万円勝ったのあ、そう。普通にさ、日本戻ってスロット打ってる方がよくない 5万より勝つときあるしね。何十万も使って5万リターンって、ハイリスク、ね、ノーリターンなんだけど。<laughs> やばすぎる。シンプルにパチンコで、ね、撃った方がいいでしょう、エヴァンゲリオン。俺、あの、アローのホールでさ、えー、5万発を4回ぐらい出してるんだよ。これマジな話ね。 うん。だから、絶対そっちの方がいいと思うけどね。まあ、夢を見ちゃうのかな、これ。9、14時にアローでいいいや、香川さん、行きますよ、アロー。行きますよ、香川さんなら。ピザの期限あるんじゃないのあれお前ブロック入れたよね、このイケピーってやつ。なんでこれ復活してんの、これ。えこいつブロック入れたんだけどね。 おい、KP。なんでこれあんのこれ。あー、そっか。関連ブロックしてないから、復活したんかなこれ、まあ。関連ブロックはしてないんですよ、実は。間違えたんじゃない間違えたんかななんなんこれ。あ、ほ北斗天生ってこと今、投資18万だって ああ、やばいね、18万は。いや、正直さ、センスがない、北斗天星は。マジで。ゴッドハーレツ行けよな、ビンゴとか。おー絶対ないわ。パラトータル勝ちなのいやー、トータルは勝ってないけど、いや、勝ってるか分からんわ、ちょっとパチンコの。多分勝ってると思う。 5万発で20万ですそう。あ、フラッチクメガホンありがとうございます。ブロック詐欺かいや、3人はガチで入れた。つまんないって言ってる奴ら。つまらないってやつはガチで3名ブロック入れました。まあ、次解除されるけど。つまらないの見るなよ、お前。パルちゃん、ありがとう。5×10、嬉しい。ヒーちゃん、嬉しい。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。 じゃあ、積もれない、えー、センスがあるからそれは許します。まあそういうことですね。で、次が、アイザーさんが、えー、嫌いになったリストというのがありまして、えー、当初ね、6名に、6名だったんですけど、8名ほど増えたそうです。はい、あ。ヤミーの放送枠で見た。えー、こんなね、ツイートをしてたということですね。 えっとね、どれだっけなあ, <laughs> あれあ、これか。8名に増えましたと。配信者の方々、再三にわたり、本当に絡まないでと訴え続けていますと。本当にやめてくださいと。8名名前を名指しでね、書いてね、あの報告したらしいです。で、ツイッターでね。 一、えー、人目が香川さん。で、イキリスト、部長山田、花屋、秀兄さん、リリー早いちゃん、夏希です。はい。この八名は私に関わらないでということらしいですね。で、香川さんは、えー、相沢さんに対して、まあ、中立の立場で話を聞いていたんですけれど、まあ、現在はガチガチのアンチになりました。はい。今日放送でボロクソを言ってたんでね。 ああもう攻める方になったんだなっていううーんご飯炊けました香川さんいや徹底的にやる感じだね香川さんはツイッターを見たけど相沢はもう、えー、解除されないかなって言ってたんだよあれなんかすごく、えー、ファンなのかなって思うわけじゃん そういった内容ではなく、もう A 版に追い込むぐらいの内,内容だったね。ニュアンス的に。<laughs> えー、だから徹底的に追い詰める感じかな。詰めていくって感じではい。いや、香川さんを怒らせると、本当に怖いからね。俺は知ってるけど。えー、徹底的に来るもん。何人ね、配信者が潰されていったか。香川さんを怒らせて。 あの金梅さんもね昔追い詰めようとした香川さんだからねなんかお母さんがなんか病気かなんかっていうなんかあったんだよねその時に香川さんが金梅さんのお母さんにリア突いったんだよね昔なもうそういう部分で言うと行動力もあるからねちょっと忘れちゃったけどその件は何の件だったか忘れちゃったけどね えすごいよ。うん。で、アイザーさんは今、ふわっちではゴキブリ扱いされてるんで、ゴキブリのアイコンが、アイザーさんということを指してます。ゆいがもう言い合いして、えー、そ新幹線乗って八王子行ったああね。やってたね、なんか、ゆいやさんの時も。えー、怖いよ。 車で名古屋まで行ってた、そう。夕以外に駐車場で積み、積み、掴みかかってたよ、と。まあ今はちょっと丸くなってるけど、昔はほんと,とんがってたからね。で、その、ね、あの、必要とならば動く男だから、それがなお怖いよね。あの、俺みたいに配信上で言うんじゃなくて、ちゃんと行動で映して通しに来るから。うん、恐ろしい男だよ。 そう、鮫島さんと同系列。えー、背中にタトゥーマーね、入ってるしね。確かに。だから尊敬してるんだよね、やっぱり。ってことですね。いや、香川さんはほんと尊敬してるよ。昔から見てたからさ、弁が立つ人だなって。これはマジで。ええー。タトゥー入ってんのか偉いかうん。 もともとニコ生の MC で、ニコニコ超会議でも、どうなんだろう、MC やってたのかな忘れたけど、普通に便が立つから MC やってたんだようん。ね、あの、有名な女優さんともね、コラボしてたし、あの AV 女優さん。タレントから AV 女優になった人。ちょっと、な名前忘れちゃったけど。 あの小向井奈子だっけええー、小向井奈子さんともコラボしてたしね香川弁が立ついや分かりやすいんだよねなんか説明がうんちゃんと要点をまとめてそこで喋るから聞きやすくてさやりやあの聞いてられるんだよねはい で、そのせ、まとめを整理した後に、香川さんなりのことを言うんだよ。それをまたね、まと得てるから、リスナーが、その通りだって言うんだよね。そこら辺がもう、怖い部分だね。ただじなんでそんなに香川にこびてるのファンタスティック2発もらったから。ええー。だからまたファンタもらえるかもしれないじゃん。ええー。だから持ち上げます。当たり前だけれど。 まあ、元もともと自体はね、昔から持ち上げてるけどね。本当に尊敬してるからね。ええー、ファンタスティック俺2発くれたんだよ。で、よくしてくれてるからね、普通に。それは言うでしょ。持ち上げるというか。じゃあ、次のニュースいきます。はい、やべ。なんか、タガスのコメントがあったな。<laughs> 何を見習ったらこんな噛み噛みの話になるんですかと。あのね、褒め慣れてないんですよ。だから噛んじゃうんですよね、香川さん。ええー、あの、リスだったりとかだったら噛まないんですけど、褒めるって基本的にほら配信者しないじゃないですか、他人を。だから噛みやすいんですよ。ええー。だからもう俺は噛んじゃうんですよね。 やっぱ香川さんが見ているという緊張感もある、ありますから。えー、じゃあ次のニュースいきます。えー、次がね、あ、なんとびっくり。えー、花屋さんが番になりました、はい。まあ昨日報告したんですけれど。 あ何これあれどこにあるのボイスこれですねえっとですねこんなねもう少しで解除されるんですけど1日版ですね アカウント規制のお知らせということで、2024年の4月26日に提出された配信において、利用規約に反する行為、個人に対する誹謗中傷や暴言があったため、アカウントを規制いたしましたと。規制が解除されるまで全ての機能がご利用いただけません。アカウント名は、もももももなんとかなんとかっていうね、ID でやってますね、えー。で、2024年の4月27日、えー、2時39分まで、バ、え、ン、ー、ということで、あと、 まあ1時間半ぐらいですね。誰を誹謗中傷したかっていうと、えっ、ー、とですね、名前がちょっと出てこないな。昨日出てきたんだけど、ちょっと忘れちゃったわ。まあ、とある女性の不倫の方をディスったんだよ。ええー。それで、まあ、多分本人通報で番になったと思われます。 ストロングちゃんじゃないですね。不倫の話したじゃん。おととい。あやまんさんだ。そう、あやまん。うん。あやまんと花屋がちょっとね、揉めてたんだよ。あやまんさんのことをボロクソ言ってたら、まあ、バンになったと。いうことですね。おまんまんはい。まあ、皆さん、誹謗中傷とか暴言はやめましょうね。なんで揉めるんや まあ揉める理由としてはやっぱり人の嫌なとこだったり人のね気に食わないことがあったらみんなつつくでしょそれと同じですねはいあやまんさんがなんか花屋の顔面を出していたってことらしいんだけどその写真来てないんで出しようがないですね ですね。どこも最近ルール厳しいからね。だからもうやめましょうね。誹謗中傷は。はい、ヒポコン、え、ヒコポンが来たからだよ。あ、ヒコポンのせいなの、はい、まあ、そういうことですね。ヒコポンが便乗して上がったから何ヒコポンが便乗して上がったから、誹謗中傷と暴言をしたってことあ、 なるほど、あやまんさんと花屋が相談を乗っていたときにヒコポンが勝手に上がってきたから、花屋がボロクソに言ったってことか。えー、そういう意味かな。あ、なるほど。ヒコポンですね。ヒコポンのせいです、えー。空気読めということで。じゃあ、イケメンですねって言えばいいのか。違うだろう、ブッダ。いや、言ってください、それは。 まあすぐ解除されるからね。まあ、ってことですね。じゃあ、本タイトルいきますか、えー、とある大手配信者が番です。なんと、あの配信者が番になりましたはい。その人の名前はなんと。 なんと花 <laughs> 屋さんの番はどうでもいいっていことですか <laughs> そんなことないです。花屋さんの番はどうでもいい。どういう思考でなったのかなこれ、かがさん。ええー、どういう意味ですいやいや、普通に番になったことを報告したんで、全然どうでもいいとか思ってないですよ。まあ、ちょっと言い方がどうでもいい。 いいっぽく聞こえたのかな花屋の番は大きいことだからやっぱねタイトルにするか悩んだんですけどでもとある大手配信者の方が番なんでやっぱこっちの方を取り上げたいなと思ってはいでその人の名前はなんとなんと700ナイスくださいお願いしますで現在 イベント中なので、よければ、イベントアイテムよろしくお願いします、えー、いいですか、リスナーさん、応援無料アイテムお願いしますで、4位まで8万8000ポイントで、ええー、いけそうなんですお願いしますいけますか 無理はもうありがとうございます。ナイスは、まあ、700ナイスきつそうだと思うんで、まあ、500ナイスでいいです。もうじゃあ。もうね、3位は確定だから、さすがに香川さんも抜けないと思うから。まあ、第3回目のナイスの部分は、まあ、ぶっちゃけもう、香川さんに取られてもいいかなぐらい思ってるんで。はい、なので、まあ、500ナイスでいいです。 お願いします。ちょっと押してください。はい。あれ、全然押されないね、ナイス。押してくださいよ、ナイス。ほんと、お前らってケチだよな。パパッと押してくれればいいのに。で、後で外せばいいじゃん。出世しないよ。うん。素直じゃないと。押してくれよな、普通に。 暴言多いからナイス少なくなったな。いや、まあ、でもカスはカスだからね、普通に。いらないよ、そんなやつ。ちょ、あの、イベントアイテムよろしく。まあ、ナイスよりイベントだね。イベントちょっと応援よろしくです。無料ください。あ、ここだけナイスありがとうおルーちゃんありがとう大好きですありがとうエナジーチャージもありがとうございます。はーい。 ありがとう、エナジーチャージーありがとうございます好きだよ、ありがとうございますね、応援いいですかちょっと無理ですかね無理は中村君に投げただからどうしたんだよ、お前。一時報告しなくていいんだよ、ここで。お前の胸の中で収めとけ。俺はね、ちょっと思ったのが、 もう、アンチに嫌われたい。ね。なんかめちゃくちゃにしてくれよ、俺の人生。アンチになってほしい、逆に。俺、アンチ多いように見えて少ないんだよね。ガチガチのアンチとかそんなにいないんだよ。だからあんま興味持たれてないんだよね。ルースさんありがとう、ご発大出ドンチキだから、ガチガチのアンチで迷惑かかってて、それでもうやだよっていうぐらい言いたいよ。 えー、人生壊してくれよ俺の。てててててにやるから。えー、すぐ怒るなよ。怒ったら身体、え体膨れるんだろ爆発すんねんじゃん小ブタちゃん、はい。アンチいたらムカつくでしょいやムカつくんだけど、違うんだよ。コメントのアンチじゃなくて、ねなんかもう、なんて言うんだろう。 ご飯屋入ったら祝電入れるぐらいのアンチが欲しいね。はい。そしたら、なんか、興味持ってくれてるじゃん、そのアンチも。ご発ナイスありがとうございますルーちゃん、ありがとう嬉しいわ、もうルーちゃん、真のリスナーさんだわこう投げてくれるわけだから。ね、え、ガチアンチが欲しいね。 頑張ってね。757号さん、プラチナ昨日も言ってた人だよね、これ。<laughs> えー、投げてくださいよプラチナの力見せてくださいよ、それアンケート取ってみて、アンチの。うん。ガチアンチがいないっていうか、その、あんま興味がないんだろうね。だから、俺とう人間興味がないから、まあ、人間味がないからさ。 あんまりそのアンチがつかないんだと思うそれによって閲覧の部分も反動があってね減るんだよ。ね。一回はもうちょっとねでかい炎上させたいねなんかあれは。私も興味ないかなじゃあなんで見てんのあのね人のその、はい,あのいイラつくさあのワードっていうのがその行動と言動が伴ってない時ね。えー 配信を見てて、それで興味ないねっていうふうに言ってるやつがいるじゃん。そういうのムカつくよね。何言ってんのお前っていうふうに言えるんだよね。突っ込め、突っ込めるわけよ。興味がない見てんなってなるじゃん。イラつくよね。ふわっちスーパーヒーローズありがとうごこだげナイスひーちゃんありがとう じゃあ行きますね。はい。とある大手配信者がバンその人の名前はなんとなんだこの方です。びっくりしました、俺は。あ、ちなみに。 亡くなったみたいなね流れがあったんですけど生きてますはいか天皇サブさんっていう方がね金梅の関係者です金梅こと山崎誠は4月26日午前、ねえーえーえー、4時32分に亡くなりました彼らしい最後でしたと個別のご挨拶につきまして控えさせていただきます皆さんありがとうございましたと金梅、まあ、さんのね写真を と、ともに投稿されて亡くなったみたいな流れがあるんですが、まあ、金梅さん、えまあ、14時間ぐらいね、投稿がなかったため亡くなったんじゃないかって言われてたんですよ。まあ、シンプルに生きてました。ER という機器にね、入っていて、携帯がいじれなかっただけらしいです。なので、昨日、ツイキャスで放送もしましたし、ツイッターの方でも動いてます。はい。こんな感じで。 腹見せたら、これはひどい腹膜炎だって、顔、えー、腹も真っ赤だし、今から抗生剤を2本と、えー、腹水を除,除去するということです。で、1日で、まあ、退院したということですね。まあ、入院をこ、ね、個室があって入院しようと思ったら、ナースさんに、え、入院するんですかというふうに言われたらしいです。はい、で目から鱗が出たと。えー ああ、入院はちょっとあんまりウェルカムじゃないのかなってことで。だか今家に戻って、えー、まあ療養してますね。退院してますね。うん。あ、現在今も配信してるということです。まあ、勝手に金梅さんを殺さないでくださいね。はい。殺す奴らいるけれど。コメント欄でも便所太郎が言ってたみたいな嘘鳩が来たんだよ。 その嘘はともね、アウトなんで、そいつらはもうちょっとブロック入れて関連入れたんでね。やめてくださいね、そういう嘘は。家からチャリで30秒の病院あ近いらしいね、なんかね、うん。ということです。まあそんな話はおまけとして置いといて、まあ本体でできますね。とある大手配信者が、 バンです。なんとあの大手配信者がバンになりました。その人の名前はなんと。なんだこの方ですね。 えー、あれスクショ取ってない俺もしかしてえー、この方ですいやびっくりしました俺はこれ見てあれちょっと待ってくださいねあれスクショ取ったんだけどな出てこないからこれでいいか 天然ストレートさんです。はい。昨日天然さんが配信が落ちて番になりました。唐突の番でしたね。で、原因は何なのかっていう話なんですけど、ま,あ、まずね、彼は昨日、まあ、 のんびりと炎上するような配信をやっていなかったんですよ。まあ、例えば、ヒコポンとコラボしたりとか、テテさんとコラボしたりとか、基本、まあ、一人で放送してたんですよね。イベントのために。はい。バンになる要素がなかったんですが、どうやらね、タイトルがよろしくなかったのかな。ね。え内容としてはね、で、現在ね、天然ストレートさんのアカウントの、 え、規制がまだ解除されてない状態です。なので名前検索しても出てこないです。天然ストレートで,で。天然ちゃん、バーみたいな感じになったら名前を変えて、まあ、あの、バンにするような仕向け方をするんですけど、まあ、あイベントの方を見ると天然ストレートという名前のままなんで、まあ、現在も、えー、中ということです。で、期限は、えー、分かっていないと。で、なんで番になって あったかっていうと内容が一応天然ちゃんから送られてきたんでね見る,見るんですけど、まあ、これはねあの養分さんの枠でも言っていたんですがじゃあいきますね 配信停止のお知らせ。4月の26日の、えー、10時、えー、41分。運営により配信を停止いたしました。法令違反行為や倫理的に問題がある配信行為をおやめくださいと。同様の行為が、えー、続く場合はアカウント規制をさせていただく可能性がございます。よろしくお願いしますということです。はい。まあ、昨日ですね。 で、倫理的な違反っていうのは何なのかっていう部分で、天然さんが考えたんですよ。その結果、まあ原因として思いついたのが、えー、人生復活ストロングさんの件なのではないかと。タ、は、コ、い、タカがね、えー、その人生復活ストロングさんのことを、まあ、タイトルで話題にしてて、練炭ンンと薬とストロングを載せている写真を、まあ、長時間載せていたらしいです。まあ、その結果、 バンになったんじゃないかっていうふうに言われています。はい。ただ、俺も乗っけていたから、俺もバンにならなきゃいけないんですけど、俺は今お咎めがないので、俺は正直、また別の件でなってんじゃないかなって思ってますね。うん。正直言うと、忖度ではないと思うよ。で、法令違反っていうふうに書いてるから、 なんか昨日ね、天然ちゃんが、貸し出しのキックボードみたいに乗ってたんだよ。うん。そこに対して、なんか、交通違反みたいなのあったのかな。そういう部分も言ってるってことなんかな。<laughs> 法令違反はしてないけどね。法令違反っていうのが謎だよね、これ。 結局な,んなんまあ倫理的な違反だからまあ多分自殺の話だと思う10時41分のちょうどその時間帯があのー、人生復活ストロングさんの話題をしてたんだよそうで結構長時間やってたらしいねまあそれによってまあ、えー、バンなのではないかっていううに天然ちゃん自身本人が語ってる ただそうなると俺もなってないとおかしいから俺は違うんじゃないかなと思うんだけどねうん薬の話しすぎたなということでまあでもだいぶさだいぶ厳しくなったね天然ちゃんとか養分とか普通にバンするようになったからマジ配信者気をつけないといつどの場面でバンになるかわからないよ キッッククボードをバイっっっってて言言たたたかかからヘルメットなかったからあーなあんか言ってたノーヘルで運転してたみたいなそうそうなんかね後で来たんだよキックボードみたいなあの車みたいなやつがあるんだよでそれを天然ちゃうバイクって言ってヘルメットじゃしてないじゃノーヘルじゃんっていうことを言ってたんだよね後で放送中の裏でねだその部分を見たり視聴者が改変して書いたんじゃないの ヘルメットしてれ大丈夫だねって言ってたじゃ、ヘルメットしてたってこといや、はじめはそういうふうに指摘されたからしてなかったんじゃないのあれはナンバーあってもいらない一応あれ免許はいるでしょうん。ひどのさんも前もあったよねってことで。だから、ちょっと運営さんの部分であるんだよね。まあ、中村くんがさ、まあ、交通違反したじゃん。それはお咎めなかったでしょ 信号無視の件でで、仮にヘルメットなしの運転がされていてそれでバンになったとするならまあ損得でももし、えーえー、人生復活ストロングさんの部分で話題にしていた天然ちゃんそれを俺をん俺は別にバンになってないからそこも損得みたいになるよね話的に難しいよねそう5月の3日かな解除されるの 孫徳、孫福。損徳なあ、孫徳じゃないわ。孫徳です。はい。中村くんが嫌がらせで通報したんだろ信号無視は大丈夫中村くんと天然じゃ仲いいから、そんなことしないよ。まあそういうことで、で、番期間不明で、いつ番になるかわからないということです。番解除されるかと。一日かもしれないし、一週間番かもしれないと。 一応天然茶今寝てるから、その晩期間は出てないんだけれど、でも怖いのが、晩期間出ずにずっとそのまま放置されているということ。そうなると、しきちゃんパターン、金梅さんパターンで A 番もあり得ます。でもこれで A 番になったら、いよいよちょっと怖いですね。はい。まあでも、相沢光喜さんとか、ね、そう。そうなるとしきちゃんパターン、金梅さんパターンで A 番もあり得ます。でもこれで A 番になったら、 いよいよちょっと怖いですね。はい。まあでも、相沢幸喜さんとか、ね、そういうふうになってますから大丈夫だと思うけどね。休み明けあ、なにゴールデンウィークまで解除されないパターンあるそういうこと <laughs> ペックスもね、今日から止まるからね。いや、それはちょっと怖いな。うん。 あ、そう。ゴールデンウィークまで A 版だったら、天然ちゃん死活問題だよ。だって、あれだよ。ツイキャスも A 版なんだから。ニコ生しかないんだよ。うん。ニコ生でやるってことなんかな。困らないから大丈夫いや、困るよ。お金だっておろせなくなるんだから。あ、TikTok 行くか。 天然ストレートは A 番の可能性あるよ。毎日不謹慎な放送してるから。いや、ならないと思うよ、そんな、お前。これで A 番になったらびっくり。でも俺は思ったのが、やっぱりこの番にする人の基準ってのは、多分、担当だね。うん。同じ人が管轄してやってない。シンプルに。本当に、各々の人間たちが判断して、あの、番にしてると思う。担当がいるんだよ。 1,000人超えたやつに対して担当ついてると思う閲覧のそれでね悪かどうかっていうのを判断してバンにしてると俺は思ってるね <laughs> えー、山田バンにならなおかしい山田は何やかんやうまくやってるでも山田は一回あんつぶての前で音声だけだけど喧嘩してる時の動画を流してバンになったからね一週間 だから全然山田もバンになってるからおかしくはないよねパシャンバンになったことあるの一回だけあるねうん一回だけね <laughs> 上場企業だからコンプライアンス違反の配信者には容赦なく映画にしてるよ最近でも中ちゃん復活したから田中さんありがとう嬉しい田中さんすごいねこれありがとうございます田中 山田は菜腸何の巻き添え山田はもう最初の頃よく番になってた、うん。美穂には A 番になった。そうなんですよ。で中山は復活したからね。<laughs> マルコさんの電話で番になった。だから番になっていいという覚悟を決めてやったからね、あれは。だから本当に1日番だから。しゃないよね。シンプルに。 バンに関しては、もう基準のレベルが、ちょっとハードレベルになってるから、あの、配信者がなってるってことは、リスナーもバンになる、言えるってことだから気をつけたね、コメント。昔みたいな緩い感じじゃないから。いいお前らなんて多分、一回バンになったら A 番だよ。はっきり言うけど。うん。 リスナーは復活できるやんあまあ確かに。リスナーも米版、A 版になるからね。別に米版になっても困らないあそう。版になっても困らない。版になったら見れないんだよ、配信。お前の好きな人応援できないんだよ。むしろなんでお前見てんの今、じゃあ、ふわっち。版になったらやだろ。 お前らなんだか、お前らなんてなんかひどいお前らって言ってんのアンチね。端末たくさんあれば見れちゃうからね。うん、困るな、こぶたちゃん、えー、見れん、あ、田中さんありがとう最近は誹謗中傷でも、A 版ありますよね。まあその誹謗中傷に関しては、本当に蓄積だと思ってる。一発で A 版はないと思う。うん、だからある程度の、 予算とかは優遇されてると思うんだよね A 番にならないというかねだからまあ基準なんじゃないプラチナプラスでも A 1になる可能性が高いのはまあ何回かね誹謗中傷でバンになったりとかそこら辺だと思うまあだからこのランク付けっていうのは多分意味があると思うプラチナプラスプラチナでゴールドプラスゴール,ゴールドってこれ多分本当に意味があるものだと思ってるね エナジー。あの、皆さん無料アイテムください。いいですかちょっとイベント中なんで応援よろしくお願いします。まあ、忖度はめっちゃあると思います。いや、本当にあるんですよ。うわ、来た高いアイテム3000円。ナイスはいどっちき。中村を、えー、ブロックして、ふわっちが見れるようになった。うざい中村くんは、まあ、最近アンチが増えたけれど、 まあ一定数のね囲いこよさもいるからねうんで別に配信者とは仲いいしねだから中村くんは何て言うんだろう嫌われ者ではないと思ってるよ俺はあ無理ありンんす本当にすいません会場より配信できる配信生配信はニコニコ生放送のみ他の配信サイトは全て禁止されているいやそんなことないよ